とか気安く呼べんじゃねえぞ。ほらほら、下がれ下がれ、ゼロワン様だ。見てみろ、物語ってるだろ。俺が進めば下がるんだよ、当たり前だ。どけ。俺様、神様、仏様、ゼロワン様だ。俺様は3000人の女と通話して、300人の女とコラボしてきてる。光るゴミを探してるんだよ。ゴミだと思って拾ったら、配信者のダイヤの原石、マユもそうだよね。ゴミだと思ったよ。ゴミが。50代のおっさんと暮らしてて俺と付き合いたい？ふざけんな、ゴミが。でもゴミじゃなかったよね。輝いたよな。もぐもぐもぐらかな。潜ってないで。コメントしてくれよ。さあ、着いた。京子ありがとね。おはよう。じゃあ、行こうか。唐揚げでも作ってくれてるかな。養分みたいにガチ恋おばさんの機嫌取っとけ。嫌だね、そんなの。洗い物して、洗濯物干して。養分、偉いね。毎日自分のことやってとか。そんなことをしたくない、俺は。めんどくさいから女にやってもらうよ、そんなことは。それが男だろ。そんなもんよ。好感度なんていらねえんだよ、ゴミが。そうなの？そうだよ、うん、なんでね、みんなもね、男って若い人好きだけど、俺が試してみたけど、やっぱり年が離れすぎてたらうまくいかないんで。やっぱりね、あの上下5歳ぐらいがいいと思う。俺ね、10歳ぐらいならいいかなと思ったんだよ。下10歳ぐらいなら。でもやっぱダメだったね、離れすぎると。なんでターゲットはもう35なんで、30から40歳までです。ターゲットいます？ターゲット、あーこちゃん、10個はちょっときついんじゃない？あこちゃん、45歳なの？リリーを狙え。なんかリリーさんに文句言われた。私に確認もせずに、私がね、中田会長と歩くのが恥ずかしいとかって言って、名誉毀損みたいな LINE が来てたわ。でもイギリスとかそうやって言ってたからね。飲み物とトイレットペーパーないって。俺言ったよね。1万円渡した時についでに買ってきてって。なんで忘れるの？ふざけんなよ。俺行くよ、じゃあ。待ってて、じゃあ。今帰ってきたけど。そういうことだったら買ってくるよ、じゃあ。しょうがないな。あといるのあったら言ってね。何がいるの？ハイボールか、ウイスキー飲むか。今のうちに言っとかないと。酒とタバコ？はよして、着いたから。あといらないの？お酒あるよ、固く。まとめていってね。小出しやめてね。片栗粉と、なんだっけ？トイレットペーパーか。ウイスキーもう買ってたんだって、心配しなくても。氷か。ああ、飲み物？飲み物か。ビールある？
ビール飲もうかな。水2リットル、重てえよ。筋力ないのに。ただでさえね、力仕事してないのに、筋力がないん、ちょっと行ってくるわ。あ、これ楽曲登録した唯一の曲がある。それでは聴いてください。踊り子です。新ペーパーも買ってきたわ。ただいま。あ、水忘れた。バリ。酒飲んどいて。反響してる？あ。いや、ワードじゃなくて、音楽終わるまでに帰ってこようと急いだ。まあ自販機で買ってきてんのみたいな。これは焦るよ。でも思いのほか閲覧が減ってなかった。疲れた？疲れたよ。でも疲れたって言えば言うほど疲れるから、俺はね、疲れたって言葉は言わないようにしてる。何も、俺結構ポジティブなんだけど、疲れたって言うんだったら、頑張ったって言おうよ。違う？前向きな言葉を発しようよ。ね？疲れたって言わなくていいよ。ああ、頑張ったなって。これ、こっちの方が気持ちがいいじゃん。うん、俺のこと好き？嫌いだけど配信見てるな。まあ好きって伝えようとかね。できる、みんなも、うん、うざいとかじゃなくて、うん、うざいとかだったら、あの、もっとポジティブな言葉に、うん、好きではないとかじゃなくて、うん、嫌いじゃないの方がいいんじゃない？どっちかって言ったら、うん、いや、好きとか言ったら気持ちがいいじゃん。喜ぶコメントした方が気持ちよくない？そんなさ、相手をイラつかせてたら自分もイラつかない？なんか俺にロックオンされてね、暴言吐かれるんだから。輸血いらっしゃい。頑張ったね。ありがとね、うん。ああ、荷物がいっぱいだな。まやちゃん、昨日だ、みんな、あの、いじめないでね。ゆまるが一番効くんだって。で、多分、あの、なんで聞いちゃうかっつったら、まゆって自分には自信あるんだけど、やっぱ若さには勝てないじゃん。若さにはさ。多分そこの部分だと思うんだよ。だって、歳には勝てないじゃん。俺ももう35だしさ、みんなもね。若い奴らには勝てないよね。だからそこ言われると、あれなんだよ。うん。いや、眉も十分若いけど、片や相手がね、あれだから。NG ワードじゃ解放したんじゃない？うん。あ、眉頑張って守る？助かるわ。俺一人じゃ守りきれない部分もあるんでね。ネットはね。
リスナーさんが配信者を守るんで、うん、何の仕事してんだよ。じゃあ落ち着いたら話すから待っといてよ。ゆまちゃん22、まゆ34歳。あ、34なの。まあいいけどね、34歳でも。身分証はね、見せてもらってないですけど。おはゼロ。なんかいい匂いするぞ。ただいま。できた。え？できた。そんなタイミングよく？うん、あ、ちょっと笑ってる。何？ただいま。うん、うわあ、唐揚げじゃん。ハニー。マジか。仕事帰りにできてるって、これは結婚してた以来だな。はあ、これが普通なのかな。わかんないや。こんなことね、最近ずっとしてもらってなかった。一人目の嫁以来だわ。普通じゃないよね。ハニー、ハニー、あの訂正してくれない？俺ハニーを窒息死させようとしたの？まあ言ってよね、自分、俺がハニーを窒息死させようとしたって。そこまで言ったっけ？言ってたよね、みんな。でも訂正してくれない？訂正するけど。ほら、でもさ、あとチンコは臭いの？チンコは臭いのは訂正しないらしいけど、俺ね、ハニーを窒息死させようとしたこともないし、あの来るはオイナを蹴ったとか言ってるけど、蹴ってもないんだよ。あ、このネギがうまいんだって。で、起きてたの？うん、いや寝てたよ。じゃあなんで俺の配信気づいたの？え、知ったから。通知で起きたの？その前に起きたよ。え？え？ 3時間寝て。全然寝てないよね、君。寝れないの？不眠症なの？いや、お酒飲んだ時は浅いの、そうなの、うん、あとは、うん、人ん家じゃん。で、慣れてなくて、またこの家に。買ってきた？ビールあるって言ったよね。あと飲み物買ってきた？ん？飲み物何？買ってきた？買ってないで。買ってないの？え、どういうこと？どういうことじゃなくて、忘れたんだよ。ちょっと灰皿やばくない？まあ、モラハラすると怒られるのね、リスナー。自分でやりますよ。あの、モラハラゲーしたら、DM でめちゃくちゃ怒られちゃってさ、あの、ガチめに怒られちゃったから、ちょっとモラハラゲーはちょっと封印しますよ。あのゼロリスさんにね、マジで怒られた。じゃあ、いただきます。あ、待って、タルタルも、はい、タルタルも、うん、手が震えてるよ。震えがひどくない？うん、ちょっとその震えちょっと見してよ。これさすがにちょっと、いや、ピンって伸ばさないでよ。震えがちょっとやばくない？これ なんでなの？ストレス？アルチュー？歩くの時とか怖いんだけど。やめて、やめて。ホラーなんだけど。チラッと見たら手震えてんだよ、ピク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 って。怖くない？タルタル、俺が大好きな。タルタル大好きなんだよ。やっぱりちょっと汚れてるね。この、わかる？ちょっと仕事してちょっと汗ばんでる感じが。ちょっとわかるでしょ。頑張った感じ。遊んでた顔じゃないでしょ、これ。うん。ね。
で、マジで仕事してるんで。いただきます。じゃあ配信終わろうかな。なんでやったらねやん。いや、やったらいいやんって。配信ついてると、あの、美味しいって聞かれても普通って言っちゃうから、なんて照れくさくて。ちょっとイベント1位にしてほしいんですけど。イベント1位ダメです。そんなにポイントさ空いてないでしょ多分。空いてます？1位と。あ、ありがとうございます。ハラビいただきます。あ、ありがとうございます。1位になれない。うまっ。まあ、美味しいよ。美味しい。美味しいって言えるの？うん。いや、ヒューとかじゃなくて、まあまあ普通だけどね。なんかドレッシングみたいにないの？え？ドレッシング、キャベツの。え、いつもマヨネーズかけてるやん。うん、マジでうまい。モンジョリのご飯よりうまいね。モンジョリ超えたか。超えたわ、さすがに。モンジョリもうまいけど、なんか愛情がこもってるよ。いや、ちょっと終わるわ、もう。なんか恥ずかしいから。また夜仕事行くときにやりますんで。 まだね、みんな。じゃあね。